人公がいて、まあ、勉強あんまうまくいかないと思う。でも塾も通って部活でもなんかちょっとエース的なやつがいるわけ。こいつはもう塾一本、こいつ塾一本で3年間やってきてるのに、3年目でね真剣ゼミやったやつがこれ抜いちゃうの、これは良くない。しかも3年間塾通ってきたやつなんでちょっと落ち始めるの、3年目に来てね。あんなちょっとね塾通いを悪く言い過ぎですよ。塾のせいで部活も行けないからってなんか部活もダメになってくるね。でなぜかなんかね、まあ主人公はゼミでこうにあこれはゼミでやったやつだとかって解くの。いやいやそんなもん塾だってやってるだろう。あこの問題は苦手克服テキストでやったから大丈夫だとか言うんですよね。それは塾のやつだって苦手をね勉強してるんでしょ。そもそも最初優等生だったんだから、この優等生だったのは塾のおかげじゃないのかというなんですね。塾のおかげでそこまで来てんだから、それはなんで今まで3年間と同じことをやって落ちてくるのね、受験前にね。で最後の最後にゼミやったやつに抜かされる。それはねその話がまかり通ったので、ね、教育に良くない。1年生と思ったら本当良くないね。よくない。赤ペン先生あれ大学の普通の大学生がやってるらしいです。ああまあそりゃもうそう、それじゃ誰も一人だとは思ってない。まあそれは総出でやってるわけですよ。そりゃそう。塾の先生もそうですね。そこら辺の大学生がやってるらしい。ああ。まあ。そうね。大学まあその一教科だけね教えれればいいわけですから。本当全部できなくて。しかもその一教科どころか。1年生受け持って1年生の数学数一を教えてるとしたら数一だけできればね教えれるわけですからね、うん、これはいいんじゃないですか。まあ真剣ゼミの話でしたけど、どうやってね、わっ、いやちょっとここらで皆さん、これ最後のチャンスですからね。これ CM 明けにもうさっきの答え、クイズの答え言っちゃいますから、ここで分からなかったらプレゼントはないですからね。女性が男性にすることだったらもう3つ4つしかないでしょうに、ね、男性が喜ぶって言ったら、ね、今行くよ、今来るよ、その次に男性が入りました、じゃあ何でしょう。CM ちゃん海外進出巨大プロジェクトパイオニアの中のさらにパイオニア、そうだね、俺がその顔で選手だというかパイオニア、ベストオブパイオニア、何やるんですかね、パイオニア冬月グループだからこそできるスペシャル企画、なんと今なら従業員1人紹介につき10万円プレゼント。ええビュラさんのポケットマネーから。いやいやそれやないから。いやーとうとう分からなかったみたいですね皆さん、うん、もうこれしかないでしょ今って言ってんだよ。今
今って言っちゃってんだからもう、ね、これしかないでしょ。じゃあ答え言いましょう。今行くよ、今来るよ。男性が一人加わりました。さてその名前は、これです。今ラチオですね。簡単でしょ、これしかないくらい、ね、残念ながら正解者いなかった。正解者いなかった、分からなかった、ね、そんな分かんないもんかな。簡単かなって、ちょっと大人のクイズですって言った時点でちょっとね、簡単すぎたなって反省したぐらい。あんまりマラチオってやんないっすね。まあそりゃ、ずいぶん具体的に発音したね。俺はやんないっていうか、やらしたところでどうなんだろう、ね、気持ちいいのかどうかわかんない、ね、あれは多分そのただの制服感、ここまでさせてるぞと、うん、気持ちいいかどうかではない、こいつにこんなことまでさせてる、こう絵づかせる、それを楽しんでる、うん、だからそれを楽しく思うっていう人があんまいないから、まああんまさせる人も少ないですよね、うん、いると思います。いやいや、それは やったらハマる男はたくさんいる。ただそこまで達しないから気持ちくないでしょ。どう分かる、どう想像しただけでも別に気持ちくない。絵づく姿を見たい、多分ね、分からない、うん、今りたい、今ラッチを、今ラッチを何回言うんだよ。興味ありますか。ありますかって俺が興味あって言ってるわけだ。お前が興味津々で言ってきたらだけ、自分が興味ある。今ラジオやってみたい、面白そう。やってみたい、面白そうってなるのかな。ユーキャンみたいに言うの。今ラジオじゃん。今ラジオになりたい。ラジオになりたい。なりたい。今ラジオが大好きっていう女がいてほしい。何を言い始めてんの、この公安になって急に。今回のね、ド M な女がいてほしいと思って。いないとは分からないですけど、ね、もうほんとね、そんなものが今りたいとは思っていなかった。話が面白くなると思って言ってるだけのことなんですけど、いやいや、だいぶ興味津々で言ってきた。興味なくはないか。興味なくはない。そこまで超やりたいってわけでもない。でも今ラチオが好きな女性、要はイマラに寄ってほしいって言ってもいい。イマラが近寄ってくればいいなと思ってる。そう、イマラ聞いたことないな。聞いたことないっていうか、まあ自分からそんなこと言う会話にならないからね、普通に飲んでて。イマラとあらーって言っても、まあ普通は何のことかわかんない。いや、イマラーまで言ったらちょっとわかるな。俺ならわかる。いや、わかんない。普通にイマラーってわかる。イマラーまで言ったらもう、一応しかないから。下ネタって話、前提だったらわかるかもしれない。いや、わ絶対わかんない。普通の会話してイマラーなの、普通イマラッチを言う、わかる人いるわけないよ。彼女、例えば合コンで、あけみはイマラだからねって、やめてよ、今言うの、みたいな流れだったら、あれ、何言っちゃまずい、イマラ、イマラ、おわっってなる。そういう状況だった。素振りを見せれば分かる。ただイマラですって言われても分かんないけども、そういう合コンでそういう流れになったら、言わないでよ、まだ序盤って感じだったら、おっ、何ってことは、恥ずかしいことなんだろう。恥
恥ずかしいこと今ら一応しかない、うん、確定申告を、まあ、だからちょっとね使えないかもしれない、万が一バレるかもしれないからね、友達に今らの子がいてもあんま合コンではね言わない方がいいかもしれないね。勘のいい方は気づいてしまう、勘のいいっていうかもうスケベなやつはすぐ気づいてしまう、そういうことしか考えてないですからね。今らはまだマシですけどね、フェラーなんて言ったらね、ただの悪口だったらね、そいつその女の子をくっつかせたくないんだろう。いや逆にくっつくかもしれない、逆に食いつくか、男子は食いついて吸い付かれるね、相互関係、男子が食いついて女子が吸い付くってね、バカ野郎話になる。例えばでもフェラーの後にイマラーって言われたらもうバレバレだね、私はフェラーなんだけども純子はイマラーだから、そういう流れできたら、あ、もう5人中3人の男子は分かるでしょうね。何の話よ。面白いですね。何の話よ。そんな、今ラジオに興味ない。どうしよう。じゃあ、ちょっと、今らの人がね、いるかどうか聞いてみ、ね、もしじゃあこの1000人、まあ、女子が何人いるか分かんないですけど、今らの方がもしいたらね、もしいたらちょっとコメントしていただきたいね。だからそういう人がいるっていうだけで、まあ、これを見てる男性の方もいますし、もちろん今りたい、今りたいというか男性の場合は今られたい、今られたいわけ、今られたいわけだもんね、今られたい、うん、言ったら男性側、女子側がこう、女子側が今られるよりも今りたい、マジでという話になる、女子側が、ね、今りたい。この中でちょっとね、今られるより今りたいマジでと思う女子がもしいたら、ちょっと今りたいマジでコメントしてほしいですね。そのコメントを見ることによって結構その今られたい男性の勇気になるというか、あ、やっぱいるんだ、そういう子、今られたいマジでと思ってる子いるんだというなんか希望をね持つことができるから、うん、そういう、ね、なんか希望を持たせるために、だから持たせるために嘘つかれてもあれですけど、本当に今りたい方で、今りたいマジでと思ってる人だけ、ね、今りたいマジでコメントしてほしいですね。まあいるのかなこれね、フェラーは結構いるかもしれない。だってね、男子がもう男子でもこうパイを舐めるのがだいぶ好きだっていう人いますからね、要はその逆バージョン、女子でいてもおかしくないですからね、フェラーはいるかもしれない。フェラーの方のコメントでもいい、うん、フェラーりたいマジでコメントしていただければね。そんなんだってバーやってますけども、バーでカイトに今りたいマジで、そういうの合言葉ですよね、カイトに言った場合多分全額カイトがおごってくれるんじゃないですかね、まあ、クーポンですよね、よくお店がやるね、見た方は何とかと言ってください、合言葉です、ね、まあ、そういうことだよね、
まりたいマジでって言われたら怒るんですよ。面白そうだからちょっとやってみたい。面白そうだからやってみたい。その何をによる怒るのをやってみたい。怒りたくはないけど今のは面白そう。何を面白い。今ラッチョが面白そう。今ラッチョが面白い。いやなんかそのああいうことも言ったからってその人が今ってくれるとは限らない。あ、そうなんですか。いや、わかんないけど、でもそんだけああいう言葉を言うってことはやっぱそうだから来るのかもしれないね。そうね、最近幸せにする嘘。あ、最近じゃねえ。今らでやって言ったら俺がなんかやられてる気がして嫌なんだけど。いや違う、だから言われる回答は今られる方。いやいや今る方だもん。違う、なんでなんでいい。だってさっき言ってたから制服感とかでしょ。だから男が上位なわけだから、なんでさ、そんなやられない。え、だってじゃあフェラーさせるわけでしょ。させる。だから今らちゃんさせるわけでしょ。ほら、今られるわ。そういう人が嫌っすね、今られるなんか、ね、あ、なんかやられるみたいなの嫌だ。今させる、今させたい。今る今るじゃねえ。今る関係ねえだろ。うん、今るがそうだったら面白い。今る関係ない、今るちゃん関係ない。そうね、イマラという言葉がちょっとまかり通った時にイマルちゃんがかわいそうな感じになっちゃうんですね。前ファッションショーがあってイマルって子がなんかいたんですか。それイマルちゃんじゃない。それイマルちゃんですでしょ。マルちゃんをバカにしたらダメでしょ。それはダメだ。イマられる今、それを今るとは言わないからね。うん、ね。今られや、今られたい。今られたいだけじゃないのと言われる。風じゃない。ね。まあそんなね、ラチオの話はもう。下ネタはね、後半10分だけと決めてたわけですから。じゃあ、じゃあね、そっか、まあ、ほんとね、下ネタが好きなんですね、皆さん。そうなるとね、じゃあ、私が下ネタギャグをしましょうか。下ネタギャグ下ネタ一発ギャグ。じゃあね、男にとって男が女性を物にするにあたって大事なことね、大事なこと3つあります、うん、これをね、私今から歌に乗せてその3つ言いたいと思います。まあコンパでも何でも、ね、男性がまあ女性を持ち帰るのに、持ち帰るとか物にするのに必要な3つのことをちょっと歌に乗せて言います。愛しさと切なさと心の強さと、そういうことなんだよ。どんなの。うん、何そのあら、ね、そういうの大事な大事なことなんですよ。そっか、替え歌歌ってたな、そういえば下ネタ替え歌をね。あら、募集中ですよ。
募集中というか、今らのコメントを募集中、今ら募集中というですね、ちょっと疑われますから、何を、ね、まあ、生放送で募ってんだということになりますから、今らのコメントを募集中ですね。コメントを募集中。うん。そう、下ネタ書いたら、何歌ってたかな、下ネタ、カオさんの下ネタ、あれじゃないあのちゃんの歌で、あ、それは古いな、それは古い、まあなんかね、いっぱいあったんですけどね、今度ちょっとリストアップして、リストアップしてね、10曲ぐらいあると思うね。リサイタルをしたいと思うね。中にはね、そうね、1曲まるまる下ネタという曲もありますので、大体はね、サビだけなんですよ。1曲まるまるっていうのもありますからね。今度リストアップ。じゃあ、お待ちかねの。お待ちかねのというだいぶ前半からですけど、このあといよいよもうドシモネタタイム、ドシモネタイムになりますから、恒例のだこのあとみこのあとドシモネタイム CM ちゃん。ドシモネタイムが、うん、どんなドシモネタをね言ってやろうか、うん、じゃあね、一発ドシモネ歌を、ドシモネ替え歌を、うん、歌いたいと。これはね、まあ意味はわからないですけど、まあ多分前も歌ったんですよ、小袋の歌なんですけどね、ちょっと切ない、切ないメロ、まあ小袋イコール切ないメロ、切ない、まああんま意味はわからない、意味はわかんないけども、ちょっとドシモネタなフレーズが、うん、結構ドシモネタな。ローマ字が、スペルがいろいろ出てくる。ちょっとドシモネ替え歌を流そうか。小袋ですね。生きそうになりそうなペニスを彼女がずっと持ってる、手のひらじゃ救えない、顔にかかるスペルも
尽くす顔にペトリ上手に舐めて笑ってむせたあなたを思い出しオナニー、うん、あんま意味はない、ね、どういう状況かと言われたらまあいろいろやってくれた彼女を思い出して要は元カノを思い出してオナニー彼女じゃなくてもいいんですよ。要は一応か一夜限りだった一夜限りで終わったけどもだいぶいろいろやってくれた子を思い出してオナニー、これはちょっと男性にはあることかもしれないね。男性にはあることなんて元カノでオナニーはしないかもしれないけどなんかちょっと一夜限りで終わってしまった3日後ぐらいに思い出してもあれなんですけど、1年後ぐらいになんか写メで思い出したときになんか G 行為をしてしまうとか思い出して時がね経てば経つほどなんか惜しくなってくるんですね、うん、あんなプレイ内容だけ覚えてる、ね、あのプレイはなんだあいつあいつの丸い具合半端なかったなっていうのを思い出して思い、ね、G 行為してしまうというのがねちょっとあるかもしれませんが激しければ激しかったほど印象に残りますからねそういうのが材料になったりするんですよ、まあ、それはね女子もそうなのかもしれないですけど、ね、思い出してすることは何をすすってん全然な記憶にないですけど全く思い出さない感じです全く思い出せないことはないですあんまそういう記憶しないですよむしろ羨ましいですよいや覚えてるでしょ別に あんま思い出さないいや内容というかねもう終わりの時間になっちゃいましたよ皆さんね、終始下ネタだとあーゆっくり立ちって出とるよこれまた皆さん来週ど下ネタイムをイエーイ何が入ってるかが的なね、うん、何が入ってるかが的なねあ、アイコリこの番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。